北海道新幹線の開業に伴い、来月で廃止される寝台特急カシオペアの下りラストランの乗車券が発売とほぼ同時に完売しました。今10時です。あっという間に結果が出るはずです。残念ながらこの窓口でチケットを取れた人はいませんでした。全国の緑の窓口では来月19日に上野を出発し札幌に向かう寝台特急カシオペアの下りラストランの乗車券が発売されました。午前10時の発売開始とほぼ同時に完売したということです。カシオペアは上野札幌間を週3日程度往復する人気の寝台特急で、1999年に運行を開始しました。北海道新幹線開業に伴い来月で廃止されることが決まっていましたが、 JR 東日本は今後ツアー用の団体列車として運行する方針です。